けれども、皆さんに呼んでいただいていいですかね。くまモンという名前ですので、大きな声で皆さんくまモンの名前をぜひ呼んであげてください。それではいきますよ、せーの。出ない、それぐらいの声じゃ出れないモンと、ちょっと高木しゃぶってますよ。もう一度よろしいですか、おテストをおかけいたします、せーの。こちらの舞台では山鹿道路踊りご覧いただきましたけれども、とても幻想的で素敵だったね。よーへーほー、覚えたよかったよかった。これがですね、山鹿の灯籠の薄明かりの中で見る灯籠踊りはもっともっと素敵でね、美しいんですよ。ぜひ灯籠祭りの際にはですね、熊本に来られて本場の山鹿道路踊りご覧いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。さて今日はですね、熊本県 PR ブース、こちらにございます、馬鹿門ブースもあるんですけれども、今日は大河ドラマ平の清盛の放映に合わせて、平家落人伝説が残る五木岡野荘エリアを中心とした観光 PR、 どこ行くのお姉さんは紹介続けますけどね、岡野荘エリアを中心とした観光キャンペーン、平家遺産を巡る旅を開催中です。スタンプラリーや秘境フォトコンテスト、平家伝説のスポットを巡るバスツアー、秘境の食材をふんだんに使った平家御膳の提供など、熊本に残る平家遺産に見て触れて味わう旅はいかがでしょうか。本日熊本県の PR ブースではですね、そちらの平家遺産を紹介するパンフレットや動画サイトをご紹介しております。ぜひぜひブースの方に遊びに来てくださいね。熊本も後ほど参りますので、はい、遊びたいもんと言っております。そこから乗るの、ちょっとおデブちゃんだから無理じゃないかな。はい、おとなしく階段を使ってくれるようです。よかったよかった。さあ熊本、今日はですね、この大きな博多駅に来たわけですけれども、新幹線が開業して1年が経ちましたね。ねえ、3月12日、九州新幹線全線開業いたしまして、なんとくまモンも誕生日が同じなんですよ。3月12日九州新幹線開業と同じ日にくまモン誕生しました。ただ年齢は教えてくれないんですけどね。乙女か、あ、ずっとくまモンずっと子グマだもんと言っておりますね。年齢を聞いても教えてもらえませんので、意地悪してるわけじゃないんですよ。すみません、お姉さんも知りません。はい、そしてですね、この新幹線、まあ、熊本から今日新幹線で来たよとか、新幹線乗ったことあるよって方いらっしゃいますか。あ、やっぱり増えてまいりましたね。熊本嬉しいね。新幹線と同じ日に誕生したからちょっと思い入れがあるみたいでですね、新幹線乗ってほしいもんと熊本言っております。なんとこの博多駅から熊本までは最速33分で移動できるということで、とっても早いよね。早すぎるそうそう、そんぐらい早い新幹線なんですけれども、まあ、新幹線も素敵なんですけどね、あともう一つちょっとおすすめしたい列車があるんですよ、お姉さんにはね。これ何だろうかということで、突然ですが問題です。熊本駅を出発して阿蘇へ向かう子供に人気の観光列車といえば、熊本何でしょう。お、知ってる。なになに、箱、四角い、うん、ものに乗って、コトコトコト、お、お、揺れる揺れる、ゴタゴトンガタゴト、なにそれ、トロッコ、トロッコでしょ。インディージョーンズみたいな、ああいうのガタガタガタっていくやつ、違うそれ列車じゃないよね、あんまり走ってるの見たことないけどな。違う、またある、またある、バタンゴトンバタンゴトン、ん、ポッポ、あ、煙が出る、
機関車、これ皆さん分かりますか？くまモンのジェスチャークイズ。うん、なになに？犬？なに？黒い犬。なんだろう、ウサギ？犬でいいの？うんうん、黒い犬。あ、あれか、黒い犬がマスコットキャラクターになっている、あれ、わかりますか皆さん？アソボーイ。はい、熊本阿蘇の間を走るアソボーイという列車があるんですよね、熊本。あ、やっとわかった、よかった、熊本の列車伝わった。はい、じゃあこの紹介をお姉さん預かってますので、ね、読んでみましょうか。このアソボーイという名前は熊本弁でアソボーイ、おいみんなアソボーイって呼ぶんですよ。まあ、こういう意味でアソボーイという名前もついたと言われております。まあ、その名前の通りですね、列車内では大人から子供まで楽しめる遊べる仕掛けが盛りだくさんの列車なんですよ、熊本ね。え、大好きなんでしょこれ。熊本もね、子供なんで遊ぶの大好きなんですけれども、内容をちょっとご紹介しますね。例えばその遊べる内容、1号車と4号車には大きな窓のあるパノラマシートね、阿蘇の大自然を一望できる、そんな素敵な席があるんですよ。迫り来る阿蘇の景色存分に楽しんでいただけます。はい、そして3号車はファミリー車両となっております。3号車のファミリー車両には親子シート、